内閣総理大臣から所信について発言を求められております。これを許します。内閣総理大臣菅直人君。国民の皆様、国会議員の皆様、菅直人です。この度国会の指名により内閣総理大臣の重責を担うこととなりました。国民の皆様の期待に応えるべく力の限りを尽くして頑張ることです。長きにわたる閉塞状況を打ち破ってほしい。多くの方々がこの強い思いにより昨年夏政権交代が実現をいたしました。しかしながらその後政治と金の問題、さらに普天間基地移設をめぐる混乱などにより当初いただいた政権への期待が大きく揺らいできました。私も前政権の一員としてこうした状況を防げなかった責任を痛感いたしております。鳩山前総理はご自身と民主党の小沢前幹事長に関する政治と金の問題、そして普天間基地移設問題に対する責任を率直に認め、辞任という形で自らけじめをつけられました。前総理の油断を受け、政権を引き継ぐ私に課せられた最大の責任、それは歴史的な政権交代の原点に立ち返って、この挫折を乗り越え、国民の皆様の信頼を回復することだと考えております。私の政治活動は、今を遡ること30年余り、参議院議員選挙に立候補された故・市川房枝先生の応援から始まりました。市民運動を母体とした選挙活動で、私は事務局長を務めました。ボランティアの青年がジープで全国を横断するキャラバンを組むなど、まさに草の根の選挙を展開しました。そして当選直後、市川先生は青島幸男さんとともに経団連の土光会長を訪ね、経団連による企業献金の斡旋を中止する約束を取り付けられたのです。この約束はその後骨抜きになってしまいましたが、まさに本年経団連が企業献金への組織的関与の廃止を決めました。一票の力が政治を変える、当時の強烈な体験が私の政治の原点となりました。政治は国民の力で変えられる、この信念を胸に与えられた責任を全うしていきたいと考えております。私は山口県宇部市に生まれ、高校生の時企業の技術者だった父の転勤で東京に移りました。東京ではサラリーマンが大きな借金をしないと家を買えない、父の苦労を垣間見たことが後に都市部の土地問題に取り組むきっかけとなりました。大学を卒業後、特許事務所で働きながら市民運動に参加をいたしました。市川先生の選挙を支援した2年後、いわゆるロッキード選挙で初めて国政に挑戦をいたしました。初出馬の際には論文で、否定論理からは何も生まれない、諦めないで参加民主主義を目指すと題して、参加型の民主主義により国民の感覚常識を政治に取り戻すことが必要だと訴えました。3度の落選を経て1980年に初当選しましたが、議員生活はミニ政党からのスタートでした。民主党の国会議員の仲間にも私と同様若くして地盤も資金もない身で一つで政治の世界に飛び込んだ人たちがたくさんおられます。
志を持って努力すれば誰でも政治に参加できる、そういう政治を作ろうじゃありませんか。私の基本的な政治理念は国民が政治に参加する真の民主主義の実現です。その原点は政治学者である松下啓二先生に学んだ市民自治の思想であります。従来我が国では行政を官僚が仕切る官僚内閣制の発想が支配してきました。しかし我が国の憲法は国民が国会議員を選び、そして国会の指名を受けた内閣総理大臣が内閣を組織すると定めています。松下先生が説かれるように、本来は官僚内閣制ではなくて国会内閣制なのであります。政治主導とはより多数の国民に支持された政党が内閣と一体となって国政を担っていくことを意味します。これにより官僚主導の行政を変革しなければなりません。広く開かれた政党を介して国民が積極的に参加し、国民の統治による国政を実現する、この目標に向けて邁進いたします。私は新内閣の政策課題として戦後行政の大掃除の本格実施、経済再生社会保障の一体的に立て直し、および責任感に立脚した外交安全保障政策の3つを掲げさせていただきます。第1の政策課題は昨年の政権交代から始めた改革の続行です。鳩山前内閣は戦後行政の大掃除として、それまでの政権が成し得なかった事業仕分けや国家公務員制度の改革に果敢に挑みました。しかし今はまだ道半ばです。新内閣は国民に約束した改革を続行し貫徹させなければなりません。改革には反発や抵抗がつくものです。気を緩めれば改革は骨抜きになり逆行しかねません。時計が針を決して戻すことなく、政治主導によって改革を推し進めてまいります。まずこれまで推進してきた無駄遣いの根絶を一層徹底します。前内閣の下では昨年と今年の2回にわたって事業仕分けを実施しました。これまで国民に見えなかった予算編成の過程や独立行政法人等の政府関連法人の事業内容、これらを一つ一つ公開の場で確認し、行政の透明性を飛躍的に高めました。限られた人材予算を有効に活用するため、この取り組みを続行します。行政組織や国家公務員制度の見直しにも引き続き取り組みます。省庁の縦割りを排除し、行政の機能向上を図るとともに、国家公務員の天下り禁止などの取り組みも本格化させてまいります。行政の実質性の打破も進めます。私は1996年、厚生大臣として薬害エイズ問題に力を注ぎました。当時、厚生省の事務方は、関連資料を見つからないというタイプに周知をいたしました。これに対して私は資料調査を厳命し、その結果、資料の存在が明らかになりました。この情報公開を契機に、問題の解明や患者の方々の救済が実現しました。情報公開の重要性は、他のどなたよりも強く認識しているつもりであります。前内閣においては財務大臣として外務大臣とともに日米密約の存在を明らかにしてまいりました。情報公開法の改正を検討するなど、今後もこうした姿勢を貫いてまいります。さらに地域主権の確立を進めます。中央集権型の確立的な行政では、多様な地域に沿った政策の実現に限界があります。住民参加による行政を実現するためには、地域主権の徹底が不可欠です。総論の段階から、各論の段階に進む時が来ています。地方の皆様と膝を突き合わせ、各地の要望を踏まえ、権限や財源の利用を丁寧に進めていきます。その上で、特区制度も活用しつつ、各行政分野で地域ごとに具体的な結論を出していきます。郵政事業については、全国において
郵便局の基本的なサービスを一体的に提供し、また現在の経営形態を再編するため、民主党と国民新党の合意に基づき、郵政改革法案の速やかな成立を期してまいります。第2の政策課題として、国民が未来に対し希望を持てる社会を築くため、経済、財政、社会保障を一体的に立て直します。90年代初頭のバブルの崩壊から約20年、日本経済が低迷を続けた結果、日本国民はかつての自信を失い、将来への漠然とした不安の中に萎縮をしています。国民の皆様の閉塞状況を打ち破ってほしいという期待に応えるのが新内閣の任務です。この立て直しは第三の道とも呼ぶべき新しい設計図によって進めたいと考えます。過去20年間の経済政策は私が第一の道、第二の道と呼ぶ考え方に沿って進められました。第一の道とは公共事業中心の経済政策です。60年代から70年代にかけての高度経済成長の時代には道路、港湾、空港などの整備が生産性の向上をもたらし経済成長の原動力となりました。しかし基礎的なインフラが整備された80年代になるとこの投資と経済効果の関係が崩壊し90年代以降は様相が全く変わりました。バブル崩壊以降に行われた巨額の公共事業の多くは結局有効な効果を上げませんでした。その後の10年間は行き過ぎた市場原理主義に基づき供給サイドに偏った生産性重視の経済政策が進められてきました。これが第二の道です。この政策は一企業の観点から見れば妥当とも言えます。企業では大胆なリストラを断行して業績が回復すれば立派な経営者として称賛されるでしょう。しかし国全体としてみればこの政策によって多くの人が失業する中で国民生活はさらに厳しくなりデフレが深刻化しました。企業は従業員をリストラできても国は国民をリストラすることができないのです。生産性を向上させる支援は必要ですが、それと同時に需要や雇用を拡大することが一層重要なのです。それを語った結果、2年前の日比谷公園の派遣村に象徴されるように格差の拡大が強く意識され、社会全体の不安が急速に高まったのです。産業構造、社会構造の変化に合わない政策を遂行した結果、経済は低迷し続けました。こうした過去の失敗に学び、現在の状況に適した政策として私たちが追求するのは第三の道です。これは経済社会が抱える課題の解決を新たな需要や雇用創出のきっかけとして、それを成長につなげようとする政策です。現在まで続く閉塞感の主たる要因は、低迷する経済、拡大する財政赤字、そして信頼感が低下した社会保障です。信頼感は強い経済、強い財政、強い社会保障の一体的実現を政治の強いリーダーシップで実現していく決意であります。まず強い経済の実現です。一昨年の金融危機は外部に過度に依存していた我が国経済を直撃し他の国以上に深刻なダメージを与えました。強い経済を実現するためには安定した内需と外需を創造し富が広く循環する経済構造を築く必要があります。ではどのように需要を作り出すのか、その鍵が課題解決型の国家戦略です。現在の経済社会には新たな課題が山積しています。それぞれの課題に正面から向き合い、その処方箋を提示することにより、新たな需要と雇用を創造を、雇用の創造を目指します。この考え方に立ち、昨年来、私が責任者となって検討を進めている新成長戦略では、グリーンイノベーション、ライフイノベーション、アジア経済、観光地域を成長分野に掲げ、
これらを支える基盤として科学技術と雇用人材に関する戦略を実施することといたしております。第1のグリーンイノベーションには鳩山前総理が積極的に取り組まれ、2020年における温室効果ガスの 25% 削減目標を掲げた地球温暖化対策も含まれます。その他にも生物多様性の維持や人間に不可欠な水に関わる産業など期待される分野は数多く存在し、その向こうには巨大な需要が広がっています。運輸部門や生活関連部門、原子力産業を含めエネルギー分野、さらには町づくりの分野で新技術の開発や新事業の展開が期待されます。第2はライフイノベーションによる健康大国の実現です。子育ての安心や老後の健康を願う思いに終着点はありません。こうした願いを叶える処方箋を示すことが新たな価値を生み、雇用を作り出します。第3はアジア経済戦略です。急速な成長を続けるアジアの多くの地域では都市化や工業化、それに伴う環境問題の発生が課題となっています。少子化高齢化も懸念されています。また日本では充足されつつある鉄道、道路、電力、水道などは今後整備する必要、整備が必要な社会資本です。世界に先駆けてこれらのアジアの課題を解決するモデルを提示することでアジア市場の新たな需要に応えることができます。こうした需要を捉えるため海外との人的交流の強化、ハブ機能を強化するインフラ整備や規制改革を進めます。第4の観光立国地域活性化戦略のうち、観光は文化遺産や自然環境を生かして振興することにより地域活性化の切り札になります。すでに中国からの観光客の拡大に向けビザの発行条件の大幅緩和などが鳩山前政権の下で始められました。農産漁村が生産加工流通まで一体にいない付加価値を創造することができれば、そこに雇用が生まれ子どもを見育てる健全な地域社会が育まれます。農林水産業を地域の中核産業として発展させることにより食料自給率の向上も期待されます。特に低炭素社会で新たな役割を期待される林業は戦後植林された樹木が成長しており、路網整備等の支援により林業再生を期待できる好機にあります。個別所得保障制度の導入をはじめとする農林水産行政はこうした観点に立って進めます。また今この瞬間も宮崎県の畜産農家の方々は我が子のように大切に育てた牛や豚を大きな不安を持って幸せを守られます。地元では公正益の拡大を止めようと懸命な作業が続けられています。政府は迅速な食堂対応や感染拡大の阻止に総力を挙げるとともに、影響を受けた方々の生活支援、経営再建対策に万全を期してまいります。さらに地域の活性化に向け地域に必要な社会資本整備については民間の知恵と資金を活用して戦略的に進めるとともに、意欲あふれる中小企業を応援します。これらの成長分野を支えるため第2の科学技術立国戦略の下で我が国が培ってきた科学技術力を増強します。効果的効率的な科学技術開発を促進するための規制改革や支援体制の見直しを進めます。我が国の未来を担う若者が夢を抱いて科学の道を選べるような教育環境を整備するとともに、世界中から優れた研究者を引きつける研究環境の整備を進めます。イノベーション促進の基盤となる知的財産や情報通信技術の利活用を促進します。第6の雇用人材戦略により成長分野を担う人材の育成を促進します。少子高齢化に伴う労働力の減少という制約を跳ね返すため、若者や女性、高齢者の就業率の向上を目指します。さらに非正規労働者の正規雇用化を含めた雇用の安定化と産業構造の変化に対応した成長分野を中心とする実践的な能力育成の推進、ディーセントワーク、すなわち人間らしい働きがいのある仕事の実現を目指します。
女性の能力を発揮する機会を増やす環境を抜本的に整備し、男女共同参画社会の実現を推進します。人材は成長の原動力です。教育、スポーツ、文化などさまざまな分野で国民一人一人の能力を高めることにより厚みのある人材層を形成します。こうした具体策を盛り込んだ新成長戦略の最終的取りまとめを今月中に公表し、官民を挙げて強い経済の実現を図り、2020年度までの年平均で名目 3%、実質 2% を上回る経済成長を目指します。また当面はデフレからの脱却を喫緊の課題と位置づけ、日本銀行と一体となって強力かつ総合的な政策努力を行います。次に強い財政の実現です。一般に民間消費が低迷する経済状況の下では、国債発行を通じて貯蓄を吸い上げ、財政指導により需要を補う経済政策に一定の合理性はあります。しかしながら我が国では90年代に集中した巨額の公共事業や減税、高齢化の急速な進展による社会保障の急増などにより、財政は先進国で最悪という厳しい状況に陥っています。もはや国債発行に過度に依存する財政は持続困難です。ギリシャに関わりしたユーロ圏の混乱に見られるように公的債務の増加を放置し、国債市場における信任が失われれば財政破綻に陥る恐れがあります。我が国の財務残高は巨額であり、その解消を一朝一夕に行うことは困難です。だからこそ財政健全化に向けた抜本的な改革に今から着手する必要があります。具体的にはまず無駄遣いの根絶を強力に進めます。次に成長戦略を着実に推進します。予算編成にあたっては経済成長や雇用創出への寄与度も基準とした優先順位付けを行います。これにより目標の経済成長を実現し、税収増を通じた財政の健全化につなげます。我が国財政の危機的状況を改善するためには、こうした無駄遣いの根絶と経済成長を実現する予算編成に加え、税制の抜本改革に着手することが不可欠です。現状の新規国債の発行水準を継続すれば、数年のうちに債務残高は GDP 比 200% を超えることとなります。このような事態を避けるため、将来の税制の全体像を早急に描く必要があります。以上の観点を踏まえ、前政権の前内閣の下では私も参画し、経済の将来展望を見据えつつ、中期財政フレームと中長期の財政規律を明らかにする財政運営戦略を検討してきました。これを今月中に策定をいたします。今国会、自由民主党から財政健全化責任法案が国会に提出をされました。そこで提案が私からあります。我が国の将来を左右するこの重大な課題について、与党野党の壁を越えた国民的な議論が必要ではないでしょうか。財政健全化の緊要性を認める超党派の議員により財政健全化検討会議を作り、建設的な議論を共に進めようではありませんか。以上、述べたような強い財政と同時に強い社会保障の実現を目指します。これまでの経済論議では、社会保障は少子高齢化を背景に負担面ばかりが強調され、経済成長の足を引っ張るものとみなされる傾向がありました。私はそのような立場には立ちません。医療、介護や年金、子育て支援などの社会保障に
などの社会保障に不安や不信を抱いていては、国民は安心してお金を消費に回すことができません。一方、社会保障には雇用創出を通じて成長をもたらす分野が数多く含まれています。他国の経験は、社会保障の充実が雇用創出を通じ同時に成長をもたらすことが可能だと教えているではありませんか。経済財政社会保障を相互に対立するものと捉える考え方は180度転換する必要があります。それぞれが互いに好影響を与えるウィンウィンの関係にあると認識すべきです。この認識に基づき、新知恵成長戦略においてライフイノベーションを重点分野に位置づけ、成長戦略の観点からも強い社会保障を目指します。そして財政健全化の取り組みは、財政の機能を通じて社会保障の安定的な提供を確保し、国民に安心を約束することにより持続的な成長を導くものなのです。こうした強い社会保障を実現し、少子高齢社会を克服する日本モデルを提示するため、各制度の立て直しを進めます。年金制度については、記録問題に全力を尽くすとともに、現在の社会に適応した制度を一刻も早く構築することが必要です。党派を超えた国民的議論を始めるため、新たな年金制度に関する基本原則を提示します。医療制度についても立て直しを進め、医療の安心の確保に努めます。介護についても安心して利用できるサービスの確保に努めます。子育ての充実、子育て支援の充実は待ったなしの課題です。子ども手当に加え、待機児童の解消や養護一体化による子育てサービスの充実に政府を挙げて取り組みます。さらに、社会保障分野などのサービスなどのサービス向上を図り、市に手を差し伸べるべき方々に重点的に社会保障を提供する観点からも、番号制度など基盤整備が求められています。このため、社会保障や税の番号制度の導入に向け、国民の皆様に具体的な選択肢を近く提示をいたします。こうした政策に加え、私が今重視しているのは、孤立化という新たな社会リスクに対する取り組みです。私は一昨年から反貧困ネットワーク事務局長の岩佐誠さんと一緒に、派遣村などの現場で貧困困窮状態にある方々を支援してきました。その活動の中で、ホームレスには2つの意味があることを再認識しました。1つの意味は、物理的に住む家がないというハウスレスということですが、もう1つのより重要な意味は、ある人がさまざまな苦難に遭遇したときに、そばで支援してくれる家族がいないということです。人は誰しも一人では生きていけません。悩み、くじけ、倒れた時に寄り添ってくれる人がいるからこそ、再び立ち上がれるのです。我が国ではかつて、家族や地域社会、そして企業による支えがそうした機能になってきました。それが急速に失われる中で、社会的排除や格差が拡大しています。ネットカフェに寝泊まりする若者や、地域との関係が断ち切られた一人暮らしの高齢者など、老若男女を問わず孤立化する人々が急増しています。従来のしがらみからの解放は、強者にとっては自由を拡大するか、するものかもしれませんが、弱い立場の人にとっては孤独死で大切な人生を終えてしまう恐れがあるのです。私は岩佐さんたちが提唱するパーソナルサポートという考え方に深く共鳴しています。さまざまな要因で困窮している方々に対し、専門家であるパーソナルサポーターが随時相談に応じ、制度や仕組みの縦割りを超え、必要な支援を個別的、継続的に提供するものです。役所の窓口を物理的に一箇所に集めるワンストップサービスは今後も行う必要がありますが、時間や場所などに限界があります。寄り添い伴走型支援であるパーソナルサポートは、人によるワンストップサービスとしてこの限界を乗り越えることができます。こうした取り組みにより、雇用に加え、障害者や高齢者などの福祉、人権擁護、さらに
年間3万人を超える自殺対策の分野で、さまざまな関係機関のや社会資源を結びつけ、支え合いのネットワークから、誰一人として排除されることのない社会、すなわち一人一人を包摂する社会の実現を目指します。鳩山前総理が最も力を入れられた新しい公共の取り組みも、こうした活動の可能性を支援するものです。公共的な活動を行う機能は、従来の行政機関、公務員だけが担うわけではありません。地域の住民が教育や子育て、まちづくり、防犯防災、医療、福祉、消費者法などに共助の精神で参加する活動を応援します。第3の政策課題は、責任感に立脚した外交安全保障政策です。私は若い頃、イデオロギーではなく現実主義をベースに国際政治を論じ、平和の代償という名著を表された永井萬之先生を中心に勉強会を重ねてまいりました。我が国が憲法の前文にあるように、国際社会において名誉ある地位を占めるための外交とはどうあるべきか、永井先生との議論を通じ、相手国に受動的に対応するだけでは外交は築かれないと学びました。この国をどういう国にしたいのか、時には自国のために代償を払う覚悟ができるのか、国民一人一人がこうした責任を自覚し、それを背景に行われるのが外交であると考えます。今日国際社会は地殻変動とも言うべき大きな変化に直面しています。その変化は経済のみならず、外交や軍事の面にも及んでいます。こうした状況の中、世界平和という理想を求めつつ、現実主義を主張とした外交を推進すべきだと考えております。我が国は太平洋に面する海洋国家であると同時に、アジアの国でもあります。この二面性を踏まえた上で、我が国の外交を展開します。具体的には、日米同盟を外交の基軸とし、同時にアジア諸国との連携を強化します。日米同盟は日本の防衛のみならず、アジア太平洋の安定と繁栄を支える国際的な共有財産だと考えます。今後も同盟関係を着実に進化させます。アジアを中心とする近隣諸国とは、政治経済文化等のさまざまな面で関係を強化し、将来的には東アジア共同体を構想しています。中国とは戦略的互恵関係を深めます。韓国とは未来志向のパートナーシップを構築します。日露関係については、政治と経済を車の両輪として進めつつ、最大の懸案である北方領土問題を解決して、平和条約を締結すべく精力的に取り組みます。 ASEAN 諸国やインド東部の連携は、これをさらに充実させます。今年開催される APEC においては、議長として積極的な役割を果たします。 EEA 広域経済連携については、国内制度改革を一体的に推進しています。我が国は地球規模の課題にも積極的な役割を果たしていきます。気候変動問題については、COP16 に向けて、すべての主要国による公平かつ実効的な国際的枠組みを構築するべく、米国、EU、国連などとともに連携しながら国際交渉を主導します。この秋、愛知県名古屋市で開催される COP10 では、生物の多様性を守る国際的な取り組みを前進させます。核のない世界に向け、我が国が先頭に立ってリーダーシップを発揮します。アフガニスタンの復興支援、ティカルド4の公約を踏まえ、アフリカ支援を継続するほか、ミレニアム開発目標の達成に向け、最大限努力します。北朝鮮については、韓国紹介艦沈没事件は許しがたいものであり、韓国を全面的に
支持しつつ、国際社会としてしっかりと対処する必要があります。拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的解決を図り、不幸な過去を清算し、国交正常化を追求します。拉致問題については国の責任において、すべての拉致被害者の一刻も早い帰国に向けて全力を尽くします。国連安保理決議の違反を重ねるイランに対し、我が国は平和的外交的解決を求めています。国際的な安全保障環境に対応する観点から防衛力の在り方に見直しを加え、防衛大綱の見直しと中期防衛力の整備計画を年内に発表しました。沖縄には米軍基地が集中し、沖縄の方々に大きな負担を受けていただいています。普天間基地の施設変換と一部海兵隊の不安の移転は何としても実現しなければなりません。普天間基地移設問題では、先月末の日米合意を踏まえつつ、同時に閣議決定でも強調されたように、沖縄の負担軽減に尽力する覚悟です。沖縄は独自の文化を育んできた我が国が誇るべき地域で、その沖縄は先の大戦で最大規模の地上戦を経験し、多くの犠牲者を強いられることとなりました。今月23日、沖縄全戦没者追悼式が行われます。私はこの式典に参加し、沖縄を襲った悲惨な過去に思いを致すとともに、長年の過重な負担に対する感謝の念を深めることから、この沖縄の災害の仕事を始めたいと、このように考えています。まで述べてきたように、私の内閣が果たすべき使命は、20年近く続く閉塞状況を打ち破り、元気な日本を復活させることです。この道筋はこの所信表明演説で申し述べました。あとは実行できるかどうかにかかっています。これまで日本において国家レベルの目標を掲げた改革が進まなかったのは、政治的リーダーシップの欠如に最大の原因があります。つまり、個々の団体や個別的地域の利益を代表する政治があっても、国全体の将来を考え改革を進める大きな政治的リーダーシップが欠如していたのではないでしょうか。こうしたリーダーシップは、個々の政治家や政党だけで生み出されるものではありません。国民の皆様にビジョンをよく示し、そして国民の皆様がよしやってみろと私を信頼してくださるかどうかで、リーダーシップを持つことができるかどうかが決まります。私は本日の演説を皮切りに、順次日本を元気にしていくためのビジョンを提案してまいりたいと思っております。私の提案するビジョンをご理解いただき、ぜひとも私を信頼していただきたいと思います。リーダーシップを持った総理大臣、来年総理大臣になれるよう、国民の皆様のご支援を心からお願いを申し上げまして、私の所信表明演説とさせていただきます。